スタンドのとこに来ましたよ。おー、これや。これこれこれ、何や、何や、何や、一人これ、どんどん上がってやるやん。ほら、ほらでちゃんて。第5波です。まあ、これでいいぞ。
大津波が来るということでサイレンと、あとは避難してくる方々の悲鳴、あとはそのうちがぶつかり合う崩れていくきしむ音、まあもう耳からは離れます。前の浜そこのとこまで真っ白くね、橋かけたね、波で真っ白くなって繋がったんだよ。言い方も長さいだ。みんな終わりだ。ここまで歩くと分かれろ。いつもダメだ。来た。まだ揺れてるよ。
大丈夫だとかよ。人命じゃ行ったのに。人命だ、人命。まだ物は行った。車内。物は車内行った。
お家がみんなね、屋根ぷかぷか浮かんだり、ほれ、斜めになったりして、バリ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 壊れてるのがすごい。
かったね。立っていられないほどの大きな揺れに襲われました。絶対に津波が来る。早く逃げろと地元の人に促されて高台に登りました。海の水位が急速に上がっていきます。そして午後3時20分堤防を越えて津波が町に流れ込み始めました。
家が一気に押し流されてます。すごい勢いです。完全に家が丸々そのまま街並みが移動していってます。地震が起きてから街が飲み込まれるまでわずか30分ほどしかありませんでした。